はい、それではアイライナーに入ります。アイライナーは目の中央から目尻に向かって引いていくんですが、このように何本も線を引くように、一つの線が強く濃く、はっきりしたアイラインを描くってことが大事です。乾きのいいアイライナーを選びますと、このような綺麗なアイラインが描くことができます。目尻から目頭に向かって最後締めていくと、とてもアイラインの効果が高まります。次に、目頭から目の中央に線を引き、全体に線をつなぎます。